はい、どうもこんにちは、ティアスです。今回夢の魔女使っていくんだけど、今回はサバイバーの立ち回りを破壊する型の魔女で遊んでいこうと思います。今ちょっと俺の中では、今ね、魔女使おうと思ったら、この、まあ、全体的にもう全員にチェイスを仕掛けるような、タゲチェンをバンバンしていく形の魔女が熱いかなと思って、それをやります。やれたらいいな。さあ、まずは脳幹ね。まあ、今回編成が脳幹、傭兵、作曲家、そして昆虫学者ということで、まあ、いろいろ追って、まあ、脳幹の棺桶とかをうまく無効化させていきたい。これでかすぎない？え？で、しかも推理止まってない。しかもなんかいるね、そこ脳幹の隣に。作曲家が、オッケーオッケー。これ、ちょうどタゲチェンしちゃおっかな。この、ちょうどよくいる規制で流しながら、このね、規制した別のサバイバーに対して、あ、何？これ、今、魂言ってたら、やれたな。まあいいや。とりあえずこれでもう一回噛んどいて、で、ここでタゲチェンなわけよ。そこ行く。なんか回復してない？回復してるね。さすがいるじゃない？いいよ、追いついてくれたな。あ、もう終わりだ。オッケー。もうこれだって、解読してるの傭兵だけだからね。ちょっとオリジナルの場所がまずい。これできれば作曲家に規制だけしたかったな。ちょっとどっち行っちゃったかわかんなくなっちゃった。で、脳幹の規制のやつしか印がないから、全然これね、脳幹自分の規制取れないんだよな。俺がこっち側にいるから、チェイスもいけないし、オッケーオッケー。脳幹はまだまだほっといて大丈夫そう。で、そっち側行ったのか。まあこれ、じゃあ、今度は、この、昆虫学者ガンオイ。の形でいいかな。まあ、できれば作曲家でもよかったんだけど。まあ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 。いいでしょ。そこ、置く。はいはい。これね、やれそうじゃないか。あ、惜しい。虫回収。まあ、規制でもいいかな。脳幹回復した。はいはい。あの辺でいるので、ね。まあ、一旦そろそろダウンはね、結局取っときたいんで。やっぱダウンしないことには始まんないんで。よーし、あいいね。いい衝動。まあ、俺衝動振ってるわ。まあ、魔女に衝動。まあ、どっちでもいいんですけど。でかいよ。すごいところに規制置いてあるな。これはでかいじゃない、この地域。いいね。これで傭兵に地域も入ってるし、脳幹はまだ自分の規制とる印を拾えてないし、作曲家は諦めて回復。わ、賢い。あ、でも脳幹しないのか。脳幹しないね。オッケーオッケー。ギリギリ間に合った感じか。で、一旦こっち側のその4番の人。まあでも、あ、自分で、なるほどね。自分で救助行ってからそっから次、脳幹する感じか。はいはいはい。これ脳幹みたいな。オッケー、いいよ。で、これで次、昆虫学者に対して脳幹入ってるから、このね、脳幹の棺桶を、なんか別のサバイバーに選択させて、こっから脳幹するわけよ。オッケー。これがでかいんですね。で、昆虫学者の方をまた規制走らせて、ちょっと邪魔だな。死体邪魔だな。まあ、救助来るかな。さすがにでも完全ミスで、こんだけ規制もついてるから、ちょっとしんどいんじゃないかな。あそこサバイバーも、拾えてなさそうだしね、印。傭兵あたりにちょっと規制をかましに行きたいが、やれそう。やれそうじゃないこれ。オッケー。これ、自分で印持った読みで、もう持ち上げるわ。めっちゃ取られそうだけど。持ってないね。オッケーオッケーオッケー。多分持ってるの、持ってるサバイバーいいのかな。脳幹も多分持ってないし、昆虫もね、作曲家がギリ持ってるかどうかぐらいなんじゃない。さあ、ここから傭兵もこれ救助来にくいね。これ希望性締めたい。あはは、最悪。惜しい。もう範囲外だったから、もうギリギリの気は攻めちゃったな。まあ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 。まあいいや。で、作曲、あーでも昆虫、自分で規制取ったか。まあまあまあ、それは仕方ない。救助行かれても仕方なくて。で、完全に傭兵は見捨てと。じゃあ、こっから向こう側のサバイバーをまた釣りに行くわけよ。もうサバイバーほとんど回復しないんじゃない。はい。で、次こっちね。印、追尾入れる感じにしようかな。この4万、あ、そうだった。さっき希望使っちゃったんだった。今の希望さあったらな、ちょうどよく使えたんだけど。まあ、良いだろう。作曲がやれそうな感じか。まあ、もうサバイバーは回力あまりにも足りてないから、ちょっと強引に回さなきゃ無理だからな。もう半分は諦めてそう。いいね。もう混乱されたらたまったもんじゃないな。で、一旦こっち側釣りに行こうかな。で、向こう側、あそこ多分窓枠でずっと待機してる感じか。まあ、あれは放置でいいや。まあ、あれで、あれやっとくだけでね。サバイバー何にもできてないからね。まあ、一旦この人も規制かまして。で、まあ、さすがに予定が来るとは思う。どこだろうな、これ耳鳴り。ここで鳴ってない。なんかめっちゃ裏からワンチャン来てる説。あるかもしれない。一応ここ当選も置いといて。あー、規制解除された。これあれかな、二人とも一緒にいる？いや、多分。いや、こっち側もいないな。向こう側一緒に立て直ししてる可能性がワンチャン出てきた。まあでもこれで飛びで、で、昆虫1釣りだったよね。2釣りはしてないはず。いいね、でもこれ、いいね。昆虫学者に対して脳幹が
付与されてたんだけど、その脳幹の強さを生かす前に脳幹傷を飛ばしきってるから、もうこれで完全に勘を削るし完了したな。で、こちらは帰ってきてもらって、あ、めちゃめちゃちょうどいい。窓枠には来ない。よし、まあこれはもうゲームセットかな。まあ、どっから頑張っていきますか。まあということで、もう一戦遊んでいこうと思います。もうあと立ち回りすることないからね。さあ2戦目遊んでいこうと思います。工場か。まあやっていくかな。あとちょっとだけラグそうな感じがさっきからしてるけど、まあ大丈夫でしょうか。さあ心理、まあ心理でうまいことを回復されないように頑張っていく感じかな。編成、炭鉱、心理、マジシャン、傭兵ね。はいはいはい。まあこれどうしよっかな。炭鉱ガン追いでも全然いいんですけど、今日はもう全体わちゃわちゃしていくって決めたんで全体わちゃわちゃ型でいくか。まず意識入る。いいよ、いいね。まあこれ追尾、追尾にしよう。追尾に両方うまいこと入れといて、で放置して適当に頑張ってもらって、その間に遅延していくわけよ。結局魔女も強いけど、一人ガン追いだったら回力回りきっちゃうこと多いからな。ここが心理ね。なるほどなるほど。ここ傭兵だったらよかったんだけどな。これ一発分なんか入りそうじゃない。あーでかいねこれね。特異存存1殴りはめちゃめちゃでかい。でそこで追尾一回止めてる。あ、でまた帰ってきた。いいね。こうやってね、いっぱい規制つけてわちゃわちゃしてると、誰が追われてるんか、また竹チェンしたんかよくわかんないんだよ。それがめちゃめちゃいい。そっち3番起きてる。これ3番使えるんじゃない。めっちゃいい感じで。あー、ただ反対側にうまく入っていったんで、まあここでまあいいか。これ規制で結局これで2発目だし、心理とはいえ次犬でいいや。これ追尾入れさせてもらって、よしよし。炭鉱ずっとさまよってんな。このね、この立ち回りするのでおすすめなのが、なんか印をなかなか拾えない位置に出しておくのがすげえよくて。あー、拾って回収してる。しかもそっちが行くんかい。ワンチャンやばい。これ回避されるかもしれん。まあ磁石で頑張んないんだったらいけるかな。まあまあ回避されたのはされたでいいわ。もちろんこう地下がある。この期間の最中で結局マジシャンが印拾いに来て、でそっから炭鉱がもう一生この心理ダウンの間何もしない状態だったら、もう回復回したの傭兵とマジシャンが多分半分近く回したかなぐらいだけだからね。回復の遅延だけを考えたらマジでこの立ち回りが一番回復遅延かかる。で真ん中引き継ぎしてる。でもう一回見捨てるのか。なるほど。でめっちゃ楽くね。この試合やばいんだけど、ピンついにキピンまで突入してる。やばいな。で向こう側わかんないな。なんか救助来るんかどうか、なんか怪しい立ち回せると。ここは行ってない。あー来てる。まあ無傷だけされたくないんで、まあしっかりこちら来るんだったらそろそろ規制できるかな。まあここ置いておきの、あ、3秒、これだけ規制したいな。さあこれで規制だけ。あー待って、救助行ってる。これ一旦解除。あー、いい肘当て。まあじゃあ、まあいいや、一発に規制は後でしちゃおう。 OK、 一発殴って、これ傭兵ガンガン殴りに来たいな。反対側に切り替えて。なあ、こんにちは、ありがとう一発。いいね。でこれで最強の布陣整った。上側にこのオリジナル浸透脇置き、これがマジ最強だから。はい、先に傭兵殴り、これで DB 確定で。しかもそろそろ危機一発切れちゃうでしょ。 OK、 ドンピシャ。いいね。であとはこの傭兵の分先に規制しとけばな。今これ炭鉱にも規制3規制にできてたんだけど、それだけ少しもったいない。向こう側でちょっと回復してるんで、それだけ妨害しながら流しつつ、でこっち側の地下にも渡す、連れていくと。よしよしよし、早いね回復。まあマジシャンそこずっと回してるから。そうか、全然あそこの暗号機上がらないってことは、マジシャンも相当回復していないか、あ、なんか多分あれなの、別回してるんかな。ほい、あ、うますぎ。マジかよ、うまっ。これちょっと釣る難しいな。これ、もう一人帰ってきて、来てもらおう。二人体制でやっていきたい。あー、まあまあ、これなら釣ろうか。おいしい。救助。これどうしようかな、釣り。おっ、マジシャン来てた。なんかいっぱいいる。オッケー、これでステーキ一回ぶつかった。いい、全然いい。まだ大丈夫。一発殴りたい。あ、なんかちょっと、ついてなくない？誰についた？一発殴る。よし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 。あ、惜しい。あ、最悪、もう帰った。製造振ってんのかい。あ、一回下ろしてたっけ？一回下ろしてたか。まあ、こうやって、なんか、あ、めっちゃいる。4人いるんですけど、立ち回り崩壊すぎだろう。まあ、立ち回り崩壊型を今回は目標にやってるけど。
これはよくわからなくなってる。もう待って誰に希望使おう。それもちょっとむずいな。さすがに飛び学の心理だけやりたいね、これは。まあまあまあ乗り越えた。オッケー。一旦ね、一旦落ち着いてやることをやっていこう。向こう側の人もちょっと流しつつで、そこのやつがやばい、解除だけやめて。オッケーオッケーオッケー、よしよしよし。これ解除だけさせないように持ち上げて、いや2番で釣ってもいいかな。あーめっちゃいるね。待って、じゃあまあいいや、これもう心理いいや、心理おとりにするか。もう置いといていいや。こっち側でもう何やかんやさせとこう。でここの地下にいるやつ、これがねずっとね場所的に悪さしてるんだよね。これを外側に出しておけばこの後だいぶ有利に働いていける。あ惜しい、間に合わなかった。切り替え、向こうが起き上がる。まあ鬼没あるから大丈夫でしょう。向こうが走る、で向こう側も規制解除してる。傭兵のやつだね、傭兵のやつ規制解除されちゃうから、まあ仕方ない。あれ一人じゃん。あーでもギリギリ頑張って規制解除だけ実現した感じか。まあ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 、じゃあこの人、まあ、流してもこれ解除はされちゃうな。オリジナルが見失っちゃうのはちょっと困るから、こっち側の方に流しつつ、そこね、オッケーオッケーオッケー。これ開きまで持ってきたいな、一番いい。あー惜しい、ちょっと本体寄せすぎた。こっち側に流しながら3枚板に釣りながらそこの回復を妨害したい。さっそくで、マジシャンがどこ行ったかな。多分さすがに回しに行ったんじゃないかな。なんやかんや多分暗号機のやりかけは多いんじゃないかな。これはあーさ、フラフォン回るなった。マジあっ最悪。おい今日これラグさ言い訳にしていい、鬼没ミスこの急に。いやマジねちょっとピン高いんだよな。大体中国版でも50から60の間っていう感じでキープはできてるんだけど、なんか80とかが多いんだよね、この試合。いや、日本版だったらな、ピン20未満なんだけどな。って考えたらやっぱりね、どんだけブースターとかつけてもラグくなっちゃうのは、まあちょっとデメリットですよね。それだけはもったいない。まあこれ心理、規制だけかまして、向こうが立て直しのかな、なんか。めっちゃ向こうまで。どんだけ炭鉱追尾流れてんの、どんだけ大移動してるのこれ。これ多分大移動して多分立て直ししてるから、まあいいや。これ向こう側に俺も合流しよう。みんな向こう行くなと俺もまとまろう。あ惜しい惜しい。これ心理ももしかして行ってない。なんか3人目行ってない。じゃあ俺も行くわ。もう仲良くみんなで行こう。もうこの試合みんな仲いいね。4人同時集まってたり、みんな合流したり。回復早っ。頑張って立て直しするな。魔女戦そんな立て直しせん方がいいぞ。まあこれはね、なんと追尾はないですね。他のサバイバー目線わかんないから、こんだけいっぱいいるとこれがオリジナルか。しかも今の追尾のさせ方的に規制っぽい感じだったからすごい混乱してそう。炭鉱にこれワンダメージ入ったらもう救助も来れなくて賢くなんだけどな。でどこ行った向こう側。1枚弱投げた。わ危な。オッケー。まあ、とりあえず釣り入って、マジシャンは一回も釣ってないもんね。で、早めいるから、これ、磁石だけ踏ませて。これ、あー、惜しい。もっと反発でぶっ飛んでくれたら、ワンチャンあったのにな、惜しい。オッケー。いいよ。で、めっちゃ回してる。ここに来てまさかの心理。強気解読来た。まあ、一旦ここの暗号機、また守りする。多分、心理だけね、印持ってないんだよな。結構最初からガンガン追ってるから。で、他のサバイバーがめっちゃ拾ってるから、それで自分自身が拾えてなさそう。他のサバイバー拾っちゃうと自分で規制解除できなくなるっていう、そういう弱点はあったりするよね。で向こうがマジシャンがいるから、まあ、そのマジシャンの帽子が見えてる。どこに出しつつね。で救助来る。まあステッキあるけど、あ使わないよ。オッケーオッケー。先殴りがいった。で心理向こう回してる。よーし、これでようやく崩壊だ。なんか逆に俺の立ち回りまで崩壊しそうになったわ。だから4人まで来ちゃうとさすがにこんがらがるわ。誰狙おうってなっちゃうな。まあまあまあ誰からでもいいんですよ。まあ、とにかく釣り続けて、まあ、負傷を増やしてで回復させない。まあそれがね今回のコンセプトだったんで、まあそれがうまくいってよかったかな。もうこれも釣っちゃおう。まああとはハッチ逃げの可能性も、まあ、あったりはするけど、もう規制ついててで鬼没も上がってるからもう無理でしょ。よし、まあということで今回エメの魔女使ってみたんですけども、 OK よし。まあこれがねいいと思った方はよかったらチャンネル登録高評価お願いします。ということでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。